Grand Blue Fantasy Versus Rising. どうしてこんなことに。何かの間違いだと言ってください、カタリナさん。さあ、ルリアを渡してもらおう。カタリナ、どうして今になって帝国に味方するだなんて。そうだぜ、オイラたちは空の果てを目指して旅をするんじゃなかったのかよ。応じないのならば剣を構えろ、グラン。なぜこうなったのか。帝国で実験体とされていた青の少女ルリアを救うため、帝国軍の騎士だったカタリナさんは帝国を裏切ってルリアを連れ出し、命のリンクで一心同体になった。それがきっかけで憧れだったこの空の世界へ旅立つことができた。それなのに帝国兵を引き連れたカタリナさんがルリアを渡せと剣を向けてくる。なぜ
こんなことになったのか。そろそろアルビオンに向かう航路に乗るからよ。準備できてんのかって思ってな。もうそんな時期か。姉さんに会うのも久しぶりだな。って言っても10日だけどね。でもこんなにカタリナと離れ離れになったのは初めてかもしれません。しかしあのカタリナがルリアと10日も別行動とはな。ユーラン、お前ずいぶん信頼されてんじゃねえの。大事な用事って言ってたけど無事に終わったのかな。その辺は心配いらねえだろ。さあ、オイラたちは準備しようぜ。うん、頼む。イオのやつにも言っといてくれ。準備完了かな。ちょっと、今はロゼッタもオイゲンも留守なんだから油断しちゃダメだからね。なんでそんなの分かってるっつーの。うさいトカゲ、私は万が一を心配して言ってるの。オイラはトカゲじゃねえ。街中に魔物さんがいますもんね。カタリナに会いに行く途中で襲われないよう確かに注意した方が良さそうです。そうそう、普通の街じゃないんだから。うん、気をつけるよ。現在ガロアル第一経路を航行中。天気は快晴、気流よし。よし、このまま行けば明日の朝にはアルビオンに到着だ。いつも通りのカタリナさんに会えるんだと思っていた。でも現実は違った。そう、これは現実なんだ。僕たちはこれから大きな混乱と混沌に満ちた世界に飲み込まれていくことになる。
さてと、カタリナさんとの待ち合わせ場所は。ああ悪い、先に荷下ろしを手伝ってもらっていいか。ここで補給もしてくだろう。空になった樽やらを下ろしとかねえと。カタリナとの待ち合わせまでまだ時間あるし、手分けして片付けちゃいましょう。ついてんぞ。それルリアには重いだろう。大丈夫です、私だって菊石ですから。それに早く荷下ろしを終わらせてカタリナに会いに行きたくて。そうだな、邪魔、ま、それは頼んだぜ。俺は別のを運んでるからよ。手伝うよルリア、僕が半分持つ。ありがとう、クラン。実は転んじゃいそうで、ちょっと不安で。それじゃあ、こっち側を持ってもらって。重い。この水がめ、本当に空なの？なんかすっごく重いんだけど。え？入ってた酒は結構前に全部飲んじまったはずだが。こいつ魔物が紛れてやがるぜ。積み荷に隠れてやがったのか。暴れられたら荷物がめちゃくちゃだ。ここは僕に任せて。場所に移動した方がいいんじゃない？ん？
いや、まだ早いだろう。待ち合わせ場所もここからそう遠くねえし。そうだけど、ほら、ここって魔物さんがいるんでした。そう、この町は士官学校生の訓練だとかで魔物が放たれてるのよね。何かと手間取るかもしれないし、早めに行かなきゃ遅刻しちゃうわ。そういや、そうだったぜ。相変わらずとんでもねえ町だよな。それじゃあもう行こう。カタリナさんを待たせちゃ悪いし。しかし雲が出てきたな。面倒ごとの予兆でなきゃいいんだが。怪しい天気だったが、降ってきちまったな。カタリナ、どうしたんだろう。何か用事があって遅れてるんじゃない？ほら、カタリナもアルビオンには知り合いがいっぱいいるだろうし。だけど、この雨のせいかもしれないけど、妙な胸騒ぎがする。なあなあ、とりあえずどっか建物の中に入ろうぜ。どんどん雨も強くなってるし、このままじゃびしょびしょに。秘密の少女とその気空団だな。エルステ帝国、そんなバカな。秘密の少女を渡してもらおうか。抵抗はおすすめしない。集団でお出ましか。雨に乗じて取り囲みやがったな。ここに帝国の人がいるの？それにエルステ帝国はもうなくなったんじゃなかった？わからねえが、どうも冗談とかってわけじゃなさそうだ。とにかくルリアは渡せねえ。ひとまずこの場を切り抜けるぞ。ククラン、ルリアはオイラに任せて帝国兵を頼んだぜ。抵抗はおすすめしないと言ったはずだ。力ずくで行かせてもらうぞ。ルリアは渡さない。見た、ここだ。どうだ、どうだ、どうだ。
よっしゃ相手になってやる。くっ、さあ、もう追撃終わった。これでもっと、そうだ、よっ、ここだ、これでもっと、これでこの一撃で、そう、これで終わったぞ。相手になってやる。嘘だ、そうだ、いっけくらえ。まずったか、てっと、まずったか、よっ、いやQuest clear. いい感じだ。待て、けー、しつけーな。ラチがかねえ、一旦船まで戻るぞ。待ってください。このままだとここに来たカタリナが帝国の人と鉢合わせしちゃいます。だがここで持久戦をするわけにもいかねえぞ。どうする、グラ。ここは引こう。カタリナさんならこの状況を遠目に見た時点でむやみに飛び出したりしないだろうし。フラン、でも…それに何よりカタリナさんがこの場にいたらルリアの安全を最優先にすると。私もその意見に賛成。とにかく今はこの場を離れましょう。道を塞がれる前に。よし、ここまでクリア、もう心配ねえ。このまま外に出てグランサイファーをすぐに動かす。一旦アルビオンを離れて。みんな、おい、あれ、カタリナ。よかった、カタリナも無事だったんだ。無事？何の話だ。カタリナ。待って、ルリア、何か様子がおかしい。とにかく一旦アルビオンを離れないと。ほら、カタリナも早く。嫌になれなれしいな。子供相手ならほだされるとでも思ったか。近づくと子供を使ってまで逃げようとするとは、本当に卑劣。この場で全員捕獲させてもらう。もはや逃げられると思うな。おいおいおい、それ一体どういうつもりだ。こうもこうもない。機密の少女ルリアをここで返してもらう。カタリナさん、問答は無用、覚悟しろ。
Quest clear. まだ行けそうだ。私は帝国の騎士だ。今ここで剣を振るう理由はそれで十分だろう。そんな、帝国の騎士、やっぱりカタリナさんたちはエルステ帝国で間違いない。でも滅んだはずの帝国が今になって一体どうして。カタリナ注意、ご報告します。本体の方から連絡が。分かった。私たちもすぐに向かう。はっ。ブラン、今だけは貴様に機密の少女を預ける。しかし、必ず返してもらうぞ。我が騎士道に誓ってな。カタリナさん。カタリナ、待って。教えて、何があったの？なんで？今まで一緒に旅をしてきたのに。何か僕たちに伝えようとしているのか。今のはカタリナが契約を結んだ聖少女だよな。聖少女アレス、あの子は助けを求めてました。もしかしたらカタリナに何があったのか知ってるのかも。ヨロズヤさん、アルビオンに来てたんですね。はい。そうしたら帝国の兵隊さんがいて、シェロちゃんにも何が何やら。ヨロズヤさんでも何が起きてるか分かんないんだ。そうですね。ただいくつかの紹介から妙なお話を聞いてまして、何やら空域中の島で突発的に異常事態が多発して混乱が起きているのだとか。ヨロジアさん、アマルティアだ。今度はアマルティア島だってよ。どうなさいました？そんなに慌てて。帝国の次の狙いは秩序の気空団の本拠地アマルティアみたいなんだ。帝国のやつらはみんなアマルティアに集結してるらしい。てこた、姉さんも。うん、多分さっきの様子からするとアマルティア島に向かったんだ。グラン、私分かってる。とにかくこのままじゃいられない。今はカタリナさんを追おう。それに空域中で何かが起きてるみたいだし。おう、そうだな。行こうぜ、もう一度カタリナに会いに。はい、アマルティア島へ急ぎましょう。帝国軍が集まってるとは聞いてたが。囲み込んで奴らの退路を断て。島から出られなくすれば袋のネズミだ。これだけの数全部相手にしてたらキリがない。あの、私たちはカタリナに会いたくて。どこにいるか知りませんか？カタリナ注意？貴様、
何が目的だ。目的なんて、そんな。まあ、何を言っても聞いてもらえるわけないわよ。とりあえず、ここにカタリナがいるのは間違いなさそうだな。今はとにかく進もう。カタリナさんに会って話をしないと。カタリナ注意、ご報告が。機密の少女とその気空団がアマルティアに姿を現しました。何？まさか私たちを追ってきたのか。わかりません。ただ機密の少女は注意に会いに来たと口走っていたとか。わかった、私が出よう。準備をしてくれ。はっ。左右から展開しろ。数で押せば我々にも勝機はある。ここで固まってりゃ一網打尽にされちまうな。ルナ、ルリアを連れてここから抜け出せるか。それぐらいなら。でもこっちは任せて。ばらけた方が相手しやすいし、こんな連中に負けたりなんてしないんだから。そういうこった。お前らだけでもカタリナに会いに行ってこい。わかりました。でも危なくなったら引いてください。わかってるって。行くぞ。これから離れんなよガキンチョ。だから子供扱いしないでってば。僕たちも行こう。カタリナさんに何が起きているのか確かめるんだ。ルリア、大丈夫？少し休もうか。いえ、早くカタリナに。報告を聞いた時はまさかと思ったんだがな。本当に私たちを追ってくるとは。一体何が目的だ。カタリナ、お願い、話を聞いて。君からの話ならば缶の中で聞かせてもらう。結局ルリアを渡せってのかよ。最初からそう言っているはずだ。そしてそちらが引き下がるつもりがないことも重々承知している。剣に訴えるのは不本意だが、力ずくでもルリアを返してもらうぞ。カタリナさん、一体どうしてなんだ。する気か。いけ、今だ。くらえ。まだ。どうぞ。そこだ。これで。ここだ。隙に落
させるぞ。ここなんだ。それでこっちだ。いける。いけ。もらった。もらった。ここだ。もっと。こっちだ。ここだ。落ち着いていこう。なりました。気をつけてください。なんでこうして抵抗する気か。やっちまえ。まだだ。あいつそこだ。まだだ。頑張ったな、見つかれ。なんとか。どうして、どうしてこんなことに。何かの間違いだと言ってください。カタリナさん。さあルリアを渡してもらおう。カタリナ、どうして今になって帝国に味方するだなんて。そうだぜ、オイラたちは空の果てを目指して旅をするんじゃなかったのかよ。応じないのならば剣を構えろ、グラン。カタリナさん、教えてください。一体何があったんですか。語るようなことは何もない。ましてやルリアを渡す気がないというのならなおさらな。だって私たちは一緒に旅をしてたのに。どうして。そうだぜ、ルリアを守るために帝国から逃げてきて、オイラたちと出会って一緒に旅に出て、それなのにいきなり帝国に戻るなんて納得できるわけね。くどい。言ったはずだ、語ることはないと。互いに譲る気がないのなら、あとはもはや剣を交えるのみ。聖少女アレスよ、今一度誓いの剣をここに。カタリナさん、本気なのか。グラン、貴様を相手にもはや手加減は不要だろう。ルリアを渡さないというのは我が剣にて説き伏せる。さあ覚悟してもらうぞ。受けたよ。そこか。そこだ。もらった。
すがだ。クエストクリア。あ、危なかったよ。注意、ここは引いてください。すまない。待ってください。アレスの力が出し切れていない。さすがは機密の少女といったところ。あの時アルビオンで助けを求めてた。ルリア、アレスから話を聞けないかな。やってみます。ルリア、何をしている。星でもない、空でもない、異様な力、それがこの世界を飲み込もうとしている。おいおい、そりゃどういうことだ。異様な力が空を。そういえばよろず屋さんも言ってた。空域中の島で異常事態が起きてるって。やっぱり何かつながってるんだ。その異常事態もカタリナさんのこともきっと。教えてください。どうしてそんなことに。誰かがいるんですか。この状況を望んだ誰かが。アレス。なんだこれは。どこから現れた。何が起きている。アレスの声が聞こえない。まさか暴走。カタリナ、何をしているんだ。アレス、どうしたというんだ。私の声も届いていないのか。しかない。カタリナさん、ここは協力してくれますね。分かった、ここは一時休戦としよう。何かがおかしいです。星条獣が急に暴走するなんて。この現象、カタリナさんとも無関係じゃなさそうだ。とにかく今はアレスを何とかしよう。
failed. アレス。カタリナ。ルリー、ここはアマルティオか。私は確かアルビオンにいたはずだが。おい、これってよかった、元に戻ったんだ。元に？一体どういうことだ？実はすまなかった、ずいぶん迷惑をかけたようだな。とにかくカタリナが元に戻ってよかった。急に記憶が戻ったけどよ、体は大丈夫そうか姉さん？どうやら心配はなさそうだよ、今のところは。それに
アレスも元通りのようだ。一体何が起きていたというのか。多分さっきの黒い結晶のようなものが何かに関係しているんだと思います。アレスから話を聞こうとした時、僕たちを邪魔しようとしてるみたいだったから。そういやよ、アレスは結局何を伝えようとしてたんだ。何者かが異質な力でこの世界を飲み込もうとしている、そう言っていました。でもそれが誰なのかはアレスにもわからないみたいです。さっきの黒い魔物がそいつと関係してるんだとしたら、とんでもねえやつだよな。そうだな。人の記憶を改ざんし、聖少女すらも任意で暴走させられるのだとしたら。よろず屋さんによると、ファータグランデ空域中でおかしなことが起きてるらしくて。皆さん、ご無事ですか？噂をすればだな。おや、カタリナさん、その様子は元に戻られたんですね。ああ、グランたちのおかげでな。なるほど。となると指揮官の不在も原因の一つでしょうか。何かあったんですか？実はですね、アナルティアへ侵攻していた帝国軍が撤退を始めまして、それで今度はバルツ公国に向かったみたいなんですよね。バルツ？ザカ大公が心配だ。僕たちもすぐに向かおう。ただですね、実は他にも困ったことになってる島が。何？帝国の侵略以外にも何か異変が起きているのか？それがですね、アウギュステの方で何とも説明のしづらい異変によって混乱が起きているそうでして。説明のしづらい異変だと？はい、未確認情報ではあるのですが、普通ではない何かが起きているようでして。バルツとアウギュステの両方が大変なことになってんのか。バルツはイオの故郷だし、アウギュステにはオイゲンさんが滞在している。とりあえずラカムとイオと合流してグランサイファーに戻ろう。それからどっちに行くか考えるですね。そうと決まれば善は急げだな。ここからは私も同行しよう。行くぞ。何が起きてんのかまだわかんねえけど、帝国も異常ってのもほっとくわけにはいかねえぜ。動いたか。これは傑作だ。腐れて歪んだ因果の習性、得意点なればこそのカウンターってわけだ。いいね、これは結構面白くなりそうだ。最近ついてなかったけどやる気出てきたな。俺も動くかなあ、バブさん。生きててよかった。二つの得意点の衝突、あの方も想像できなかった最高のオーガズムが期待できそうだ。みんなと分断されてしまった。ギルステ帝国がこれほどまでに戦力を投入してくると。よほどあれが大事だ。あれを叩け。くだらん心配は無用だ。
声が聞こえたならすぐに動け。パーシバル、歪な気配を感じます。これは魔性？魔性って確か聖少女をおかしくしちゃうやつよね。はい、帝国が研究していた人工的な星の力のようなものです。それを利用して聖少女の力を無理に増幅して暴走させたりしていました。じゃあこの島にいるコロッサスが帝国に利用されたとしたら、バルツの町は、島だけじゃなくこの空域そのものが危険にさらされちゃうわ。間違いねえ。あのデカブツが魔性の力で暴れ回るなんざ考えたくもねえ。生き通るのも仕方がないさ。とにかく後を追う。うん。ち、予想通りコロッサスがいる地下工場も制圧されてなんだ。くそ、やっぱ狙いはコロッサスかよ。ち、奴らだ。連合軍の動きはどうだ。白竜騎士団とリュミエール聖騎士団の手勢に苦戦を強いられていますが、赤髪の騎士は分断できた模様です。赤髪の騎士か。所属は不明だが強力な炎の剣を振るうと聞いているが。はっ、かの者の炎のせいで我が軍の3割もの兵が撤退を余儀なくされております。よし、俺たちも応援に向かうぞ。お前らの部隊は後方支援に回れ。騎士団の連合軍、帝国の他にも誰かここにいるのかな。帝国兵の配置を確認してきたが、どうやらあちらの通路側は比較的警備が手薄なようだ。素早いな、さすがアニサンデジ。皮肉な話ではあるが、警備の配置の癖が分かるのは帝国にいた頃の経験のおかげだな。私が先導する、ついてきてくれ。よし、オイラたちも続こうぜ。
帝国と連合軍とやらのドタバタに紛れて獣人まで嫌がんのか。あの黒い結晶の魔物、確かアレスが暴走した時にも、まるであの黒い結晶の魔物にゴブリンが操られてるような。人間、見切る身、置いていけな。しつこい奴らだぜ。グラ、行けるか。ここでもたもたしてられない。先ほどから見慣れない魔物が目に入る。帝国が刺激する個体というわけでもなさそうだ。しかし、あの鋼の巨人、普通ではなかった。帝国は何をしようとしている。そしてこの島に充満する絵も言われぬ違和感を生んだ。そもそも一度は滅んだ帝国が、なぜここに存在している。ランスロット、この場は任せるぞ。この異常事態について調べる必要がありそうだ。みんな、こっち。コロッサスの格納庫はもうすぐよ。待て、貴様ら。見つかっちゃった。貴様ら、秘密の少女とその気空団だな。ちょうどいい。バルツ制圧ついでに秘密の少女も返してもらうぞ。いずれにせよ、穏便に済ませることはできないようだな。ここを通してもらう。様子が違うな。まがまがしくなってるっつうか。はい。魔性で無理に力を引き出されて、姿そのものが変化してます。なんてこった。帝国の奴ら本気でコロッサスを暴れさせようってのか。そんなことはさせない。コロッサスを止めよう。エリア、お願いできる？私、コロッサスに語りかけてみます。もしかしたらアレスの時のように声が聞こえるかも。
この青い光は一体。我ら連合軍はコロッサスを有する帝国軍相手に一進一退の状態だ。まさかここで何か切り札。あそこで同じく青い光を放っているものが。シャルロッテ殿、俺はあっちの大将に向かう。ここを頼めるか。任せるであります。お願い、殺さず。どうなの、殺さずの声は聞こえる？ダメです、魔性の力が邪魔をしていて。もう少し近づけば。動くな、お前たち。その子、帝国の機密の少女だな。聞くところによれば、聖少獣を刺激する力を持つのだ。帝国がコロッサスを使って何をしようとしているのか想像がついたぞ。機密の少女の力を使い、聖少獣を軍事利用しようというのだ。そんなことはさせない。待て、ルリアは。私たちは帝国ではない。待ってください、カタリナさん。なんだか様子がおかしい。あれは立ち塞がれというのならば、剣を交えるのみ。戦うしかない。白竜騎士団団長ランスロット、参る。
さんの時と同じっぽいな。なんて真似を。君たち、それもルリアを敵と疑い剣を向けるなど。ランスロット殿、実は私も同じだったんだ。今この空域で何かが起きている。人々の記憶の改ざん、聖少女の暴走、滅んだはずの帝国の復活。なぜそんなことに。にわかには信じがたいが。わかりません。誰かが意図的に混乱を引き起こしているみたいなんです。お前さんはどうしてここに。帝国が魔性を使い、各島の聖少獣を強引に捕獲し、力を蓄えようとしていることが分かったんだ。なぜ帝国が復活したのかは分からなかったが、かつてのように脅威になることは明白だった。破れかぶれの攻撃を繰り返し、急速に各地を制圧していく帝国軍に対して、東吉、フェードラッヘの白竜騎士団も危機を感じて早急な対処を迫られる。そういうことだ。バレツ公国はすでに制圧されていた。そこでリュミエール聖国と連合軍を組み、解放作戦でこの地を訪れた。バレツが、師匠は無事なの。おそらくコロッサス接収のために各地が封鎖されているだけで、町そのものは無事なはずだ。ならよかったぜ。で、そのコロッサスだけどよ。コロッサスは魔性によって進化し、より力を増している。話はこいつらを倒してからだ。皆にも迷惑をかけてしまった。ここは俺に任せてくれ。協力関係にでもあるかのようなまっすぐな敵意を感じる。僕らへの敵意。こっちだ。機密の少女がいたぞ。機密の少女がいればコロッサスをより有効に操れる。必ず捕まえろ。これではコロッサスに近づけないな。一気に突破するぞ。はい、そこだ。
押し込め。無表よ、まだフィニッシュ。やりましたね。恐ろしい相手だった。切り抜けてコロッサスのそばに近づこう。少しでコロッサスのそばにたどり着きそうだぜ。待つであります。リュミエール聖騎士団団長のシャルロッテ殿、連合軍大将の片翼か。そこの青い髪の少女は聖少女を刺激するという帝国の機密の少女でありますね。なるほど、帝国の切り札とはこの少女でありますか。待ってください。待ってくれ、シャルロッテ殿、彼らは敵じゃない。ランスロット殿、そうか、これはリュミエールを陥れる帝国とフェードラッヘの作戦。違う、帝国は敵だ。落ち着いて話を聞いてくれ。見損なったであります、ランスロット殿。これ以上の問答は無用。リュミエール聖騎士団団長フェニア、押して参るであります。We'll be right back.
ルリア殿、自分は…よかった、正気に戻ってくれた。俺もシャルロッテ殿も何者かの術中にはまり記憶を改ざんされていたようだ。どういうことでありますか。何者かとは帝国ではないでありますか。わからない。だが一つ確かなことがある。それは我らが連合軍を結成した理由、帝国が聖少女コロッサスを使い脅威を振りまこうとしていること。ルリア、お願い、これくらい近くまで来ればきっと。はい、届きそうで聞こえそうだけどまだダメです。魔性の力でかき乱されてしまって。手段に出るってのか。お約束っちゃ嘘だがよ。大丈夫、第二師匠がコロッサスを使った時もそうしたんだから。消耗させて隙を作る作戦か。俺たちも協力させてくれ。いずれにせよ帝国軍が消耗している今チャンスであります。よし、ここが踏ん張りどころってわけだな。負けんじゃねえぞ。うん、今だ、ルリア。は
カロサスの声も聞こえます。わかったよね。もう安心して、カロサス。バカな、コロサスがやられた。総員撤退、撤退しろ。一件落着だな。コロッサスのせいで町に被害が出たりしなくて本当によかった。ねえねえ、バルツの町の様子も見に行かなきゃ。師匠の無事も確かめたいし。事態が事態だ、急いで確認しよう。こたびの連合軍の結成にあたって一方ならぬ力添え深く感謝する。他の高名な白竜騎士団との共闘、こちらとしても光栄でありました。同じ正義の味方のもとに集い、民の脅威である帝国をくじく、まさに騎士の本分であります。我らルミエール聖騎士団は清く正しく高潔にがモットーでありますゆえ。シャルドッテル、ありがとう。こちらこそ光栄だ。それに帝国によるバルツ侵攻の一報を受けた時点で出陣の支度は整えていたのでありますよ。帰国にエルステ帝国が軍備拡大を狙っているという情報がすでに届いていたと。何か引っかかる。何がでありますか。エルステ帝国は宰相が引き起こした騒乱が原因で実質的に滅んでいる。今は国の形を成していないはずだ。それなのに突然各地を制圧し始め、バルツだけでもあれほど戦力を投入することなどできるはずがない。ではあの兵らは一体どこから。師匠も無事で安心したけど、本当はもうちょっと町の様子を見ておきたかったな。心配せずとも大丈夫だ。戦後処理は連合軍で行う。民の安全も確保できるだろう。ルミエール聖国からも支援は惜しまないのであります。よかった。これでもうバルツで僕たちにできることはなさそうだね。となりゃ他の島の様子を見に行くか。他も同じようなことになってたらたまったもんじゃねえからな。そうだな。私が言うのもなんだが、帝国が再びルリアを狙っているのは明らかだ。帝国の連中以外にも襲われちまってるしな。一体何